フムの休日、新京成線五甲駅に初めて降りて、井出カフェのエビアボカドサンドイッチとポテトで腹ごしらえをした後、ずっと行きたかった大型犬と触れ合えるカフェグランムーに遊びに行きました。19時の会に行ったんですが、一日たくさん遊んだみんなはすっかり眠たくなってしまったようで、天使のような寝顔をたっぷり堪能できる癒しの時間でした。二人組で来ている人が多かったんですが、一人で来ている私にも店員さんがワンちゃんの話をたくさんしてくれたり、ワンちゃんを通じて他のお客さんとお話ができたりと、とても楽しい時間を過ごすことができました。これからこの子たちがどんどん大きくなっていく姿をお店に通って見守っていきたいなと思いました。店員さんが開店直後やお昼過ぎが一番ワンちゃんが元気に遊んでいる時間だと教えてくれたので、ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。ドリンクバーには本格的なコーヒーマシンもあって、ここで飲むカプチーノはとってもまろやかで美味しかったです。